フィリップ2西野優の磨きを、はい、なんか歯磨きしてるみたいですよね。でもそうですね。本当に出来たてほやほや、はい、すごく研究して見て盗むんだということで僕はいつも練習してます。おはようございます。こちらぐやらかです。今日は渋谷の街に靴の企画をやるってちょっと新年の動画で言わせていただいたんですけど、早速その第1弾として、なんか最近ちょっとその靴の原費が高くなってたりして、なんか靴磨きが割と話題になってるっていう、石野優が渋谷に新しいお店を作ったってことで体験しに行ってこようと思います。変わりましたね、街がね。街が全然変わっちゃって、本当に工事だらけです。工事だらけ。早速行ってみましょうか。もう本当こっちが全然変わっちゃって、渋谷の街がすごいな、これもう全然お店全然なくなっちゃいましたね。全然最近こっち側来なくなっちゃったんですけど、若かりし頃はチャカチャカしながらルームで遊んだりとか。やっぱりここは僕の知ってるあのお店がある住所一緒で、ユニオンワークス渋谷の靴のリペアでもう老舗で、お呼び出し番号が変わりました。あ、001だったのが111で呼ぶと、あ、やっぱりユニオンワークス。こんにちは、はじめまして。ポルタスタイレンジョブの柳川と申します。はじめまして、石見です。ちょっとあの僕は一方的にウェブで拝見してるんで、あの、はい、知ってるんですけど、この場所的にはユニオンワークスさんの中にお店があるって感じなんですか？いえ、この22年やってる1号店をそのまま引き継いで、ザ・ウェイシング・スゴっていう当店が、はい、あの運営も全てさせていただいてるんですね。ちなみに東京にそのお店を、はい、出てくったのは2019年の1月の7日ですね。あ、じゃあ本当に出来たてほやほや、はい、ちなみにその今ザ・ウェイシング・スゴとしてのメニューというのは、クリームでお磨きする1000円のメニューと、1週間預かりで2800円っていうメニューと、うんうん、その場磨きで4800円っていう、あ、いや、すいません、4000円っていうメニュー、はい。じゃあ早速僕はあの今回一足磨いていただけたらと思ってるんですけど、フィリップ2、はい、ちょっとあの清水ダイブして、ちょっといい靴履こうかなと思ったんで、これから多分長く付き合っていくんで綺麗に磨いていただけたらなと思ってるんで、ありがとうございます。実際その西野優の磨きを拝見させていただけたらと思ってるんですけど、こちらって通常仕様なんですよね。あ、そうなんですよ。インラインがこのローズゴールドで、ウェストミンスターで、エドワードグリーンのやつを持ってて、そしてちょっと888でスクエアというなんで、まあ、こっちはちょっと色気があって、なんかちょっとエロい感じがいいかなと思って、あえてこっちの色を選んだんですけど、まあ、バイリクエストと日本別注でこうシルバーっていうのがあったっぽくて、うち実はボスも、はい、この色を履いてて。あ、そうですか。はい、まあ、チリ落としから。はい。ちなみにそのブラシはオリジナルのやつですか？はい、これオリジナルですね。やっぱその切り落としは馬毛がいいですか？馬毛がいいんです。ある程度腰と、あとはあのこういう風に柔軟性もあるので、はい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 、こういうコバだったりとかにしっかり入って書き出せます。はいはいはい、逆に同じような使い勝手でヤギっていうものがあるんですけど、はい、こちらに関しては柔らかすぎてコバの書き出しができないので。はい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 、まずは馬毛で、はい、ほこりを落として、次に、まあ、T シャツ に近いような柔らかい生地 で目もすごく粗いです、はいはい、でサフィールのニュートラルだったりとか使われてるっていうことだったので、はい、油分老分の高いクリームなんですね。それは水性クリーナーで落とそうとしても硬い色をイメージしていただいて弾くイメージがあると思うんですね。乳化するんですけど全然水性だと落ちないので、はいはいはい、こういったあの硬いもので落としていきます。お、はい、でこれがローと有機溶剤を溶いたものですし、はいはい、こっちも同じような成分です。まずはこういうものを少し取って、 でもほとんどついてないです。あ、そうなんですね、はい、そんなに多分厚塗りはしてないと思うので。あ、ですね、はい、これでマットになっていきます。すごく、まあ、洗顔みたいな感じですか？
クレンジングに近いですかね。でこの後に水性クリーナーで拭き上げするとそれがまさに洗顔に当たる、まあ、女性でいうところのお化粧を落としてあげてるっていう、はい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 、一光さんみたいな役割ですね。お違うか違うか。ただ意外とその、はい、落とすのを忘れがちなんですけど、はい、それやっぱり良くないんですか。落とすのを忘れると良くないですね。やっぱり毛穴に汚れがどん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 溜まっていってしまって、はい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 、特にあの油性クリームが大好きな方っていらっしゃって、ツヤがすごく簡単に出るので、はい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 、でもそれをずっと長く放置してるとやはり皮が硬化して硬くなるので、イコールで履き心地が重くなります。あ、そうなんですね、はい、なのでしっかり落としてクリームを入れて柔らかくした時に、はいはいはい、本当に履き心地が変わるんで、皆さん当たりが柔らかくなって、はい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 、こんなに磨きで変わるんだっていうふうに言われるので。あ、そうなんですね、はい、で汚れ落としの工程っていうのが一番大事かなと考えてます、はいはい、輝きの持続性っていうのもすごく研究して追求してきたので、だいたい半年からあのこのクラスの靴履かれてる方だったら1年ぐらいずっと光ってるんですね。あ、そう、割れずに。そんなに。へー。なのであの落とさないんですよ皆さん。で1年に1回20足ぐらい持ってくる方とかが結構いらっしゃって。そうなんですね。じゃあそれ本当はあんまり良くない。良くないってずっと言ってるんですけど、はい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 、まあ、2ヶ月に1回は絶対落とした方がいい、なんかずっと綺麗な状態やからって言われますね皆さん。へー。そうですね、まあ綺麗に見えてるしみたいな。そうですね。ちなみに石見さんって靴磨きになろうと思ってからその修行とかってなさったんですか。あ、もちろんあの修行しました。へー。で元々はあの路上に最初出てですね、はい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 、で大阪の京橋っていう、京橋、はい、はい、勉強の期間ほとんど、まあ、料金も安くしてですね取らずに、当時あの関西だと天王寺っていうところに、はい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 、50年ぐらい靴磨きやってるもうこんなちっちゃいおじいちゃんがいたんですよ、はいはいはい、でそのおじいちゃんのところに行って、いや僕も靴磨きをやろうと思ってって言った瞬間に、帰れって言ってすごい怒鳴られてですね、あ、多分職人の世界ってこういうものなんだなって感じて、はい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 、それで見て盗むんだということで有名な職人を訪ねて見て盗むっていう旅を始めたんですよ。あ、それは拝見しました。だからいろんなところのいろんなのを体験してみるみたいなのをやってらっしゃったってことですよね。それで3回目東京来た時に有名なお店行って見てたらもう全部分かったんで、3年で2万足ちょっと磨きまして、でクリームで、これも化粧品会社と共同で作られたクリームで、乳液と化粧水を混ぜたオールインワンみたいな、人の肌に塗ってもいけるぐらいあの優しいものでできてるので、縫ってしっかりとすり込んでいくと本当にもちもちになります。ちなみにその一瓶でおいくらぐらいですか。3400円ぐらいします、ね、で僕らハンドクリームとして使います。あのニュートラル、はい、よく毎日手もすごい洗うので、はい、荒れますもんね。荒れるので。ちなみにこうやっぱシューツリーを入れて磨くっていうのは鉄則ですか。そうですね、入れてシワを伸ばしてしっかりと磨かないと、まあ、こういったところも折り曲がった状態でクリームがしっかり浸透しなかったりもするので、はい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 、ちなみにこう普通にカウンター越しでお客様がいらっしゃってる時ってどんなこと話しながらやってたりするんですか、はい、やっぱ今みたいな、 なんかプロセスとかの話が多いですか。プロセスの話も多いですけど、はいはい、洋服の話は結構よくしますね。へ、はい、あとはあのフォルザスタイルにも出てくる赤峰さんと、はいはいはい、でその後あのヴィンテージフェアがあったんで、あ、はいはいはい、あのそこに見に行ったとかっていう話だったり、まあ、そこでこういう話があって、はいはいはい、その時ユニオンの中川社長も一緒に行って、はいはいはい、あ、へえ、ブタ毛でブラッシングで、はい、それは、ブタ毛の良さっていうのはやっぱり腰があって硬いので、はいはいはい、あのしっかりとブラッシングすることによってこうクリームって塗ってもムラになってる状態なので、はいはいはい、均一に伸びます。うん、で均一に伸ばしながら、はい、まあ、押し込むイメージでブラッシングするんですけど、そうするとしっかりと浸透していくっていうのがあのブラッシングしてて分かると思います、はいはいはい、でバンプ部分は特にこの部分はしっかりと
まあ、履きじわから割れやすいので、はい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 、黒でもいろんな色があるので、はい、まあ、黒は比較的気にしなくてもいいんですけど、ターンはあんまり塗らないです、ニュートラル以外、はいはいはい、色味変えないようにですね。色補正とかのメニューもありますので、はい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 、もしあの茶色で色が薄くなってきて戻してほしいって言った時にターンを見て確認するので、あまり色が濃く乗らないようにはしてます。なんか歯磨きしてるみたいですよね。でもそうお母さんと一緒みたいな。で、また布、きれい、きれいな面を巻いてですね、で、空拭きです。はい、で、余分なクリームを落とす。空拭きも非常に重要ですね。これでやっぱブワッとツヤが広がるので、はいはいはい、うちのあの一押しのエースですね、スタッフ寺島イケメンの、じゃあ、あの鏡面仕上げ、はい、いいですか、お願いします、はい、で、まあ、クリームも染料染めなので 指が染まってるんですけど、はい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 、今だと、まあ、これぐらいの色なんですけど、実際1回に取る量は多くてこれぐらいです、はいはいはい、でこれぐらいの量を何回も重ねた方がいいです。うわ、一気にドバッとではなく薄い層をいっぱい作っていくみたいな。そうです。へえ。靴磨きの方法としては2種類あるんですね、はい、はい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 、でよく言われてるのはこういうベースを作ってベースを崩さないように優しく布で重ねていく、それが、まあ、レイヤーを作ることで、はいはいはい、何層にもなって鏡面になりますよっていうのが一つですね。でうちのやり方っていうのは実は全く違うんです。はいはいはい、どちらかというと重ねるっていうよりは混ぜるっていうやり方なんですね。なのであの最初に作ったこのベースをこういうふうにぐちゃっとしてぐるぐるぐるっと混ぜて、これ自体が厚みがを増やすっていうやり方です。なのでものすごく力を入れて磨きます。あ、はい、でそうすることによってすごい透明感が高くなるのと、はい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 、持ちがものすごく良くなります。へ、水分が揮発しなくなるんですよね。揮発しにくくなります。それがですね、真似しようとしても真似できないんですよ。あ、そうなんですね、はい、それは素晴らしいですね。やっぱ秘伝ですから。うん、皆さんされようとするんですけどなんかならないって言われますね、はい、あ、そうなんです。まあ、僕靴磨きの選手権で優勝はさせてもらいましたけど、はい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 、まだそれも1年の話 で次の大会にあの出てるんですけどね、予選、はいはい、1位通過してて、はい、今やってる、まさに今もう、ま、にあの予選自体は50人規模でやって、へ、僕今回審査員なんですよ。あ、そうなんですね。そうです。だからもう、まあ、複雑な心境でした ね。最後どう2人になった時どうしようみたいな、はい、で多分一番辛くつけてましたね僕。あ、そうなんですね、はい、もう多分彼、僕は日本一多分おそらくなるなと。お、2月16日なんですけど、はいはいはい、はい、それど場所はどちらでやられるんですか。銀座の三越。特徴出ますね、うーん、磨き上がりに、はいはいはい、全然輝き方とかもそれぞれ違うので、へー、でどちらかというと水分が多くなればなるほど蛍光灯みたいな光り方です。 あまり水分使わずに磨くと、はいはいはい、オレンジの光に近くなります、光り方が。だから丸みがあってめっちゃ光らしてるのに上品です。へえ、はい、でそれをずっとそうしたいなと思ってやり続けてこの磨き方ですね。白熱灯とかなんですかね。あ、そうですね、柔らかい、柔らかい、いや、ライティング大事ですもんね。いや、でもそうですよね、はい、こんなに指で磨いてる方僕初めて見たかもしれない。あ、そうなんですよね。だから大丈夫なんて最初は思われましたね。そんな実は塗ってないですよっていう、はいはいはい、っていうのを見せる癖ができました。大体普通の一足を仕上げるので、はい、時間的にどれくらいなんですか、ざっくりと。大体40分ですね、その場だと。例えばなんですけど、はい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 、30分で磨いてって言われたら30分でできます。正直その場磨きで喋ってる時間も含めてサービスなので、それぐらいかけないと
正直20分で終わらせろって言われたら終わらせれるんですよ。はい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 、でやったらあのえもう終わりみたいな感じなそう、あと満足度が下がっちゃいます。あ、そういうことですね。で今もこうゆっくり人差し指だけ磨いてますけど、はいはいはい、やっぱり両指で縫った方が早いですし、でこういう風にもっとスピード上げれますし、こうやって、はい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 、でもそれだとエレガントとかっていうのも一応、まあ、自分で言うのもあれなんですけど、所作としてやっぱり綺麗な方がいいんで、こういう風なぐらいのスピードが一番見てて気持ちいい。はい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 、僕らの場合はここを絶対に視点にして、はいはいはい、トゥを置いてこう、うーん、こう返しながら磨きます。両面をこうやって、まあ、今から始める人は参考にしてみてくださいいいですか。はい、でここはもう絶対ピンと張ってる状態で、はい、伸ばして入れると。はい、で水で少し濡らします。これでこう、はい、で叩いて、で少しつけます。はい、で磨きますね。ですね、いいんですか。いやもちろん40分、ね、編集でいいよ。50分ぐらい回ってる、うん、ここまで綺麗にするなんもないんだけど、やっぱ綺麗なくていいですね。プロテクトにもなります、ね、ぶつけても革自体があのめくれ上がったり絶対しないので、はい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 、そんな感じですね。わー、ね、なんかすごい美しいですね。あのこう横にしたときにちゃんとこの立体感ですよね。下手くそに磨くとセロテープ貼ったみたいになりますから、筋貼っちゃった。すごいあのナチュラルにグラデーションがかかってるっていうのもこれも技なんです。すごいはっきりと影が出てるっていうんですけど、丸みがなんかね、膨らみっていうか、ちょっとまだやっていきますけど、いや、リッチな時間ですね。リッチな時間。あと、たこ焼き屋やりたいですね。どこですか、大阪でよくその行ってらっしゃるって。2つあるんですけど、はい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 、まずあの北新地とホワイトいう梅田にあるたこ八、はい、そこがすっぴんっていうメニューがあって、はいはいはい、ソースとかマヨネーズとかなしで、はい、そのまんま食べるんですけども死ぬほどうまいです。へー、これは何の深みなんていう。あともう一店舗は、もう一店舗は山ちゃんっていう天王寺の名店です。山ちゃんうまいでしょう。うまいっす。山ちゃんのプレーンも食べました、ベスト。いや、まあ、ソースかけたやつしか食べてないな、多分。何も山ちゃんは何にもかけないで食べるのが一番うまいですよ。あ、ね、もう一回行きましょう、大阪ツアーでこれちょっとヤギのブラシですね、はい、でよりワックスをかけた 分の油分を全体に移すのと、その境目っていうのをよりぼかしてよりナチュラルに仕上げていきます。そのお水をつけるのは油分伸ばす伸ばすっていうのと反響し合うというか、水を足すことによってよりきれいに均一に光るんですよ。これが仕上げの仕上げ、仕上げの1個前ですね。で、あと水拭きして終わりです。神野さんと一緒であんまりこう優しくしないタイプだったんだけど、これを見ちゃうとコンスタントに持ってこなきゃなとかやってもらえちゃうと。あ、靴は磨かないっていうやつですね。あそこまで磨かないはないですけど結構クリームはでも入れるといいですよ、絶対。そうですよね、クリームだけでも。だからなるべくクリームは入れるようにしてるんです。それ以上はワックスはほとんどかけたことないですよね。あ、本当ですか。はい、でもなんか今のお話を聞いてるとワックスもかけると、あとはあれなんですよ、悪いっていう風なイメージが先行してしまっていて、プロテクトっていうのもないですし、はい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 、
悪いっていうのは結構ね本当に下手くそなところが厚塗りしたやり方です。ああ、じゃあそれのなんかこうイメージがついてしまったってことなんですね。そうですね。でもそれをちゃんと伝えるって結構重要だな。そうそう、ちゃんとした靴磨き屋さんだったら、はい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 、表面磨きって全然悪い影響を与えないので、あとはまあ TPO というか、うん、まあ、こういう感じですね。綺麗になったなこれで、これで完成です。音楽ももともとミュージシャンを目指してらっしゃったんですよね。あ、そうなんですよ。ギターですか。ギターですね。ギターもすっごい数持ってました。ギターもやってましたけど、ドラムもベースも、はいはい、あとエニクラみたいですね。そう、いやそんなにいいもんじゃないですけどミックスチャーですね、当時でいうところのリンプビズキットが流行ったぐらいの時ですかね。コーンとかそういうコーンの T シャツ着てましたもん。そうですよね。それで BMX 乗ってましたもん。じゃあ割とやんちゃな高校生なんですか。やんちゃな高校生かもしれないですね。へー、あんま見えないかもと思うんですけどね。でもあの靴磨きの大会用の磨き方だと、うん、これ15分でできます。あ、そうなんですね。両足。へえ。こんな感じです。ああ。これ15分です。あ、そうなんだ。へえ。これは基準の靴なんですか。あ、これ基準の靴。基準の靴。へえ。スコッチグレーの。の新品ですね。へえ。じゃあ皆さん同じです。同じ。寺島が練習にしてます。あ、そっか。僕はいつも練習してます。まあもう全部落としてここで。はいはいはい。とりあえず上手くなれるように一応タイム縮めたりとかやってます。今もとりあえずずっとやり続けて、今上手くなってるかよく分かんないので、はい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 、で時間あと30秒縮めて磨けるかなとかやって。うーん、今でもやってるんですか。やってます。タイムトライアル、はい、包んで、はい、で袋入れてお渡しですね。ありがとうございました。いえ、とんでもないです。またよろしくお願いします。ありがとうございます。すいません、ちょっとやっぱりこう我慢できないんで、ちょっと履いて帰ってもいいですか。 ありがとうございます。履いて帰ります。全然餅だったりとか割れたりも絶対しないです。お、素晴らしいですね、はい、渋谷で一番光ってると思います。そうですね渋谷で一番輝く男って、はい、改めてありがとうございました。またよろしくお願いします。ありがとうございます。いいですね、これ。